Welcome back to another Shining Resonance Reframe video. So, we're trying to find information about the remaining world dragons, so let's get to it. そうなんだ。町のみんなにも聞いて回ってるんだけど、どこかそんな場所ないかな。遺跡自体を知ってるわけじゃないけど、前にプリムラを助けに行ったところね。ああ、実はあそこって昔いきなり草原の一部が陥没してできたらしいんだって。その下に何があるかまだ全部は分かってないんだってさ。知られてない遺跡があるかもしれないってことか。今のところ他に手がかりもありませんし、とりあえず調査が必要なのではありませんか。でもさ、調査に行くなら気をつけろよ。あの辺り最近妙な噂があってさ、どうも出るらしいんだよ幽霊が。Are you the one that's freaked out about it? I was actually expecting Sonya to be freaked out about it. どうしました、アグナム。顔色が悪いですと。え？いや、なんでもね。どんな幽霊なの？なんでも子供の幽霊らしいぜ。地下空洞に入っていくと、突然子供がどこからともなく現れて。出て行けって脅かしてくるんだってさ。そうか。幽霊話の真偽は分かりませんが、とにかくラドラム地下空洞には何かがありそうですね。そうね、調べに行きましょう。All right, then let's head to those caverns. All right, awesome. So at least we know we're in the right place. Wait, who is that?You don't gotta worry about it. You're not the one that's gonna be fighting them. Whatever it is. あれ、確かこの辺にいたはずなんだけど。おかしいですね。見逃すはずなんて。誰のこと？え？気をつけてください。やはりこの方からドラゴンソウルの気配を感じます。ここは君たちの来るところじゃない。今すぐここから出ていくんだ。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 さもないと。こいつ、やるか！待って。どうしたの、ユーマ。僕は知ってるんだ。この子、いや、この子たちのことを。
なんだユーマ、もしかしてこの幽霊お前の知り合いか？この子は幽霊じゃないよ。何度か会ったことがあるんだ。ゲイルリッツ監獄で双子の兄弟で、この子は確か妹の。妹？違う、僕は兄の方、エトだよ。間違えないでほしいな。兄の方？どうかしたの？いや、何でもないんだ。ごめん。それより、僕のことを覚えててくれたんだね。ああ。妹のマリオンが、なぜか君のことを好いていたからね。え？おしゃべりはそこまでですよ。ヨアヒム。久しぶりですね、あなた。こいつも知り合いなのか？こいつもゲイルリッツ監獄にいたんだ。僕やエトを研究していた。ゲイルリッツ監獄にいた頃は一緒にいろいろなことをしましたっけね。楽しいわけないじゃないか。どの実験も最悪だった。もう二度とごめんだよ。そうですか。おかしいですね。あなたもあんなにいい声で泣いてくれていたのに。それにしても、私がスティグマで得た分析能力をかいくぐって交流のことを隠し通したなんて、これはやはりもう一度ゲイルリッツ監獄に帰ってきてもらって、じっくり飼育し直すべきだとは思いませんか？ふざけるな！嫌だって言ってるだろう！I mean, I think we should go back, and then when we're gonna go into the cell, knock his ass in there instead. そうですか。ならば仕方ありませんね。聞こえないのですか？お仕事です。わかった。It's all right, Yuma. We're gonna show him who's boss. We're a lot stronger than we used to be.Let's do it. Oh, that was easy. Daijoubu? Me ga itamu no? Sawaru na! Oya oya. Itamu no wa hidari me. Toyukoto wa magan no fuchou desu ka? Okashii desu ne. Kore wa hajimete no genshou desu.もしもし、大丈夫ですか、エト？くそ！くそ！僕は…ああ、なるほど。しばらくの間、交流のそばにいたせいで、ドラゴンソウル自体が交流の力に支配され始めたのかもしれません。所詮その魔眼は一般的なドラゴンソウルを移植したものですから。そのあたりは無理もないですが。移植？大丈夫ですか？なんとか少し落ち着いてきた。
もう大丈夫そうだ。そうですか、それはよかった。イグドラシルのドラゴンソウルも見つからないし、どうやらこの場所は外れのようですね。影も形も祀っていた形跡もありません。交流の捕獲はとてもできそうもないですし、今日はこれで帰らせてもらいましょうね。行きますよ。お待ちなさい。あなたの目は一体。うるさい。いない。今のどさくさで撤退したんだな。どうして。ユーマ、あのエトってことは友達だったの？いや、知ってはいたけど、それほど親しかったわけじゃないんだ。たまに顔を合わせるくらいで。正直、どっちがエトでどっちがマリオンか区別がつかない程度の知り合いでしかないよ。死んだのはエトの方だと勘違いしてたくらいで。どういうことだ？実はゲイルリッツ監獄で警備兵たちが噂してるのを聞いたことがあるんだ。エトは何かとんでもない実験に参加させられて、それが元で死んだって。でもあの子がエトなんでしょ？うん、だから僕の勘違いだったのかもしれない。エトがいたっていうことは、実験のことがただの噂だったか、あるいは死んだのはマリオンの方だったのか、どっちかなんだと思う。I'm gonna assume he actually did die, but his sister decided just to be him or something like that. So, あのエトという方がいなくなった途端にドラゴンソウルの気配も消えましたね。どうやらこの地下空洞にはドラゴンソウルはないようです。そっか。しかし、そうすると次はどこを探したらいいんだろうな。そうですね。遺跡を探すのなら何か記録が残っているかもしれませんし。お城の書庫で古文書を調べてみます。そうか、それじゃあ俺も手伝うぜ。あなたがですか？そんなに意外そうな顔するな。俺だって古文書ぐらい読めるんだ。それに俺は趣味であちこち歩き回ってるからな。アルフヘイムの地理には詳しいぜ。なるほど、アグナムの放浪壁も時には役立つわけですね。わかりました、お願いします。そうと決まれば一旦アストリアに戻りましょうか。リンナ、アグナム、お願いね。おう、調べ物の方は任せとけ。Yes, they teleported us back. We didn't have to use one of our stones.目はどうです？痛みは引きましたか？大丈夫だよ、だいぶ収まってきた。するとやはり交流の力が影響していたのですかね。しかしどうしたものですかね。交流の力が魔眼のドラゴンソウルに影響するとなると、場合によっては魔眼のコントロールを奪われてしまうこともありえます。まったく。
あの光竜というのはとんでもない力を持っていますね。ああ、光竜。おや、ゼストさんじゃないですか。俺のことはいい。それより光竜がどうした。ああ、それがですね、エトとイグドラシルのドラゴンソウルを捜索していたら、光竜とドラグナーたちが現れましてね。それでやられたってのか、その人形が。まあそういうことになります。しかしどうしてあの人たちが現れたのか。もしかすると向こうもユグドラシルのドラゴンソウルを探しているということなのかもしれませんね。ピンポン。そうか、光竜がいたのか。大した期待はしてねえけど、ついでだし、光竜とやらの顔ぐらいは見てやるか。え？何か言いましたか？いや、何でもねえよ。なあ、ヨアヒム。光竜たちがうろついてるんじゃ、この先の捜索もきついだろう。俺が付き合ってやってもいいぜ。あなたがですか？それは確かに戦力的には心強いですが、しかしまたどういう風の吹き回しで。なーに、暇つぶしだ。ずっと陣地にこもって退屈してるよりはそっちの方がマシってことさ。そう、退屈してるよりはずっとな。はあ、まあよろしくお願いします。エトの再調整が終わったら早速出かけましょう。次の捜索場所の目星はついてるのか？ええ、大体ね。そこならかなりの高確率でイグドラシルのドラゴンソウルがあるはずです。あれから随分経ちますが、リンナとアグナムはまだ戻ってこないのでしょうか？二人ともずっと書庫に詰めっぱなしだね。記録見つからないのかな。そうかもね。お城の書庫にある古文書の量ときたら、それはもうすごいのよ。だとしたらもうしばらくは時間がかかるでしょうね。すみませんが、私は一旦部屋に。戻るの？ええ、こちらはこちらで少し準備をしておこうかと。連絡が来たらすぐに出られるように。そっか、じゃあ私も武器の手入れをしておこうかな。それじゃあ僕がここで待ってるよ。二人が来たらすぐに君たちを呼びに行く。
そう。それじゃあお願いね。では失礼いたします。あれ、ユーマだけ？ああ、うん、やっておきたいことがあるらしくて部屋に戻ったよ。ありがとう。あれ？どうしたの？そのオルゴール、ユーマの？え、ああ、これ。うん、僕のだよ。退屈だったんで、なんとなく眺めてたんだ。どんな曲が入ってるの？ね、ちょっと聞かせてよ。ごめん、それが聞けないんだ。巻きネジがなくて。え、そうなの？なんで聞けないオルゴールなんか大事に持ってるのよ。変なの。詳しいことは思い出せないんだけど、幼い頃僕を助けてくれた女の子がいて。あ、そうだったんだ。それじゃユーマの宝物なのね。ごめんなさい、なんか。いや、いいんだよ、気にしないで。他の人から見ればただの古いオルゴールなんだし。それに僕だってもうあの子の顔も覚えてないんだ。でもできればあの子にもう一度会ってみたい。話がしてみたいとはずっと思ってる。だからなんだかこのオルゴールは手放せなくて。そう、それじゃこれからも大事にしないとね。そうだね。あ、何？何事？やりました！ついにやりましたぞ！リンナとアグナムがそれらしき遺跡の場所を突き止めました！本当？本当ですとも。二人とも外で待っておりますぞ。ユーマたちも出かける準備をしてください。すぐに行くよ。そうだ、ソニアとキリカを呼んでこなきゃ。さあ行きますぞ。目的地はジンガーナ遺跡です。大したことはなさそうです。来るわよ、準備して。Damn, so we still have to go even further? Where's the entrance at? Over there. Alright, let's keep going then. Oh, it's over there. ここでいいの？もう先に進めそうもないけど。いえ、実はそうではないのですよ。古文書によりますと、ここの一見何の変哲もない石をこのように回転させますと。何も起こりませんが。いえいえ、もうしばらくお待ちください。するとですね。
better not be no giant rocks coming after us. すごい。この奥に隠し祭壇があるはずだ。さあ、行くぞ。First sign of a giant boulder and you guys are getting left behind. I see the boss.Oh, come on, you didn't give it a chance. Well, it's already getting broken. And time to go full dragon.There you go, easy enough. もうモンスターはいないようですね。では、ドラゴンソウルを持ち帰りましょう。Oh, why do I feel like we're gonna get stopped by the bad guys and somehow they're gonna get away with it, even though we're all here? ちょっと待ってくれ。ここに何か書いてあるな。古代文字みたいだ。これは多分ラグナロクについての碑文だな。大体こんなことが書いてある。神やその手下であるドラグマキナを相手にドラゴンたちは戦い、そして勝利した。その結果神はある場所に封印された。しかしドラゴンたちは大きな犠牲を払った。戦いの中で傷つき、力を使い果たし、ドラゴンソウルと化して滅びることになった。私たちは、ユグドラシルの一体、クーリューが化身したドラゴンソウルをここに隠す。なるほどね。でも、誰が書いたんだろう？おそらく、ラグナロクに参加したハイエルフかと。共に戦ったクーリューのドラゴンソウルをここに運び込んだのでしょう。安息を妨げられることのないように。もしそうならこのドラゴンソウルは静かに眠らせておいてやりたいけど、そういうわけにもいかねえよな。ええ、もし帝国側に奪われたら安息どころではありませんので。クーリューには申し訳ない気もするけど、私たちが持って帰りましょう。そうですね。じゃあキリカ様、ドラゴンソウルをこれに収めてください。これはもしや。ええ、魂を収めるための魔法具です。前にベアトリスのやつが持っていた魔法具と同じ役割を果たしてくれるはずですよ。わかりました。では空のごとく広き竜の魂よ、我が導きに従い、かりそめの器へ。ドラゴンソウルをこちらに収めました。へえ、そんな風にやるのね。Oh my god, if we actually get away with having this with us, I wish we could see the bad guys. Oh wait, we might actually get to see their reaction to us having it. Like, how pissed must they be if we actually managed to take this from them? Oh god. No, really? Wow, I never thought we'd get stopped the moment we had what we came for.
Of course. You little shit. Oh, let's do it. So you're still gonna keep trying then? Oh, we paralyzed them. Let's do it. There we go. Easy enough. I knew it. I called it. ですよ。さあ返事をしてください。ああすまない、ヨアヒム。人格の流動化と交流による影響の相互作用がこちらの想定よりも複雑だったようですね。仕方がありません。やめろ、ヨアヒム。それ以上エイトを苦しめるな。おやおや。エトをこっちに渡すんだ。さもないと。さもないと。どうするおつもりで。We'll beat the living crap out of you and take care by force。それ以上ユーマに言わせるな。だいたい察しはつくだろう。おやおや、それは怖いですね。しかし私も手塩にかけた作品をあっさり人には渡せませんのでね。いいだろう。勝負するか。Oh crap. そこに交流がいるのか? Damn it, we had a chance, but then this douchebag had to show up. あらてかよ。あ、これはこれはいいタイミングですね、ゼストさん。ゼスト?やつが来てるってのか。ゼストって、誰?帝国側の騎士さ、最悪に行かれた強戦士って評判だ。問題は最悪に行かれたこいつこそが帝国最強ってことだな。皆さんゼストさんには随分お詳しいようで、まあアストリア兵には随分恐れられているようですからね。ゼストさん、あの人ですよ。あの少年が交流です。What you talking about? That ain't us. I don't know who that is. 空竜のドラゴンソウルもその人たちが持ってますのでよろしく。行きますよ、ああ、こいつが交流？想像してたよりもずっと弱そうじゃねえか。ま、ドラグナーが3人ついてることだし。少しぐらいは楽しめる。That's fine, let's do it. Hey,
And of course, we already have people dying. You know what? We should recover though. Crap. Muscle. We got nothing. No. Okay, well, we got nothing to do. So let's see if we just recover MP. We'll leave it at that. Okay, let's do our best. Also, oh crap, we don't have enough. I'm gonna break you at some point. There it is. There you go, he paralyzed them. How about now? Still not enough? Now we have enough. Oh, Sonya. Darn, I thought I broke him. Got him. なるほどね。光竜とドラグナー、思ったよりは悪くねえけど、大して面白くもねえ。やっぱいまいち物足りないぜ。ああ、なんかかったるくなってきやがった。私たちの力、侮らないで。確かにあなたは強いけど。この戦いで最後に勝つのは私たちよ。Yeah, right. You might not have noticed, but obviously he's been holding back. If he wants to, he could go all out and he would kick the crap out of us. 戦い？何の話だ？俺は別にお前らと戦ってなんかいねえぞ。少し挨拶してやっただけさ。そんなの強がってカッコつけてるだけですよ。Okay, seriously, stop provoking him. それ本気で言ってんのかよ。分かってねえな。仕方ねえ。ちょっとだけ見せてやるか。No, no, we're good. 俺の戦いってやつをな。Oh, crap. No, thank you. Hora yo. Sochi mo. Matomete iku zo. Nan da yo.どうした？戦いたいって言うから軽くやってみたら全然ついてこれねえじゃねえか。やっぱやめときゃよかった。こんなの分かってたのに。俺を虚しくさせた責任はお前に取ってもらうぜ。なあ交流、お前みたいに弱いやつがユグドラシルで最強とか言ってるんじゃねえよ。
何個がいい？リクエストに応じてやるぜ。Okay, dude, this would be a perfect time for you to have a real awakening. お前の体、一体何個に切り分けてほしいんだよ。待ちなさい。おっと。仲間を殺させはしないわ。絶対に。へえ、こいつは俺から一発食らっときながらまだ立てるってわけだ。だけどマジでムカつくんだよ。なんで立った？あ？仲間より自分を先にやれってのか？それがお前のリクエストなんだな。だったら叶えてやる。そらよ。コウリュウより先にお前をやってやるさ。他の連中もまとめてな。ソニアが、みんなが危ない。Yes, this is perfect. Build it up. Get the emotions flowing. And please, please have an awesome awakening where you get super powered. ジーナスに会った時は、僕は何もできなかった。怖くて、勇気がなくて。でも、今度こそ僕が戦わないと。僕がソニアを助けるんだ。コウリュウ、今こそ、君の力を。もっと、もっと大きな力を。何？おっと、うぜえんだよ。お前はおとなしく倒れとけ。こいつはさっきよりも随分と気合の入った攻撃だな。仲間をやられそうになってようやくマジになったってのか。なんだよ、くったらねえ。自分一人じゃ力を引き出せないのかよ。そういう馴れ合いは弱い連中のやることだろ。弱い奴らとつるんだって虚しくなっちまうだけだってのに。ま、所詮はその程度の強さってことか。弱い奴らと仲良く楽しくやれるんだから。はあ、気が抜けちまった。こんなしょぼい奴らわざわざやるのもめんどくせえ。お前らじゃやっぱちっとも楽しめねえよ。じゃあな。At least we didn't get our asses kicked. And there was no awesome awakening. I mean, that was cool and all, but it's not what I was expecting. I was expecting a second layer of power or something. Oh, crap. Oh, crap. I know what that means. He's gone berserk. Everybody get away from him.どうやら命拾いしたな。ありがとう、ユーマ。おかげで助かったわ。I wouldn't celebrate just yet. ユーマ。ソニア、大丈夫ですか？まさか、コウリュウ様の力が暴走を。なんだと？暴走すると一体どうなるんだ。もしも力が一気に解放されてしまえば周囲一帯が蒸発するでしょう。なんてこと。ユーマ、聞こえるか。すぐに力を抑えろ。このままじゃ危ねえ。ダメか。キリカ、あいつを止めるにはどうすりゃいい。俺はユーマが暴走したら止めてやるって約束したんだ。どんな手を使ってでもあいつを元に戻してやらなきゃ。
アグナム、落ち着いてください。私はディーバ・マギカです。コウリュウ様に語りかけるのが私の役目。私がコウリュウ様にお話しします。落ち着きを取り戻していただけるように。そうか、頼むぜキルカ。コウリュウ様、私の声が届いておりますでしょうか。どうか気をお静めください。ゼストは去りました。もう危険はございません。もうあなた様に危害を加えようとする不届き者はおりません。キリカ様、ご無事ですか。ええ、大丈夫です。コウリュウ様、お願いいたします。どうかお心を。ダメです、聞こえてませんよ。危ないですからこちらへ。そんな、私の歌巫女の力が通じない。キリカ、私が話してみるわ。あなたが。でもどうやって。そうね、ユーマ聞こえる。私よ、ソニアよ。ソニア大丈夫よ、大したことないから。ねえユーマ、わかるでしょ私のこと。私よ、ソニアよ。さあ落ち着いて、こっちを向いて。そう、私はこっちよ。ちょっとだけ話を聞いて。もうゼストはいなくなったの。あなたがみんなを守ってくれたのよね。ありがとうユーマ。だけどお願い、もう落ち着いて。このままじゃあなたがみんなを傷つけてしまうわ。せっかく守ったみんなを傷つけるなんてあなたらしくない。いつものあなたなら絶対ありえないでしょ。うん、それだけじゃない。あなたが正気に戻ってから自分がそんなことをしたって気づいたら、きっと誰よりもあなた自身が傷ついてしまう。だからお願いユーマ、気を静めて、いつものあなたに戻って。ソニアの声だ。うん、分かったよ。僕大丈夫だから。あれ、なんだろう、こんなこと前にもあった気がするんだけど思い出せないな。だけどソニアの声を聞いてるとなんだか落ち着くよ。うん、このまま。ユーマ、ユーマ、どうにか元に戻ったようだな。とにかく町に連れて帰ろう。Oh man, I know Kirika is gonna be feeling bad that she couldn't do anything. Yo, 気がついたか。アグナム。お、
だいぶ顔色も良くなったな。もう大丈夫そうだ。あ、そうか。僕、光竜の力を引き出そうとして、その後、そうか、ソニア、ソニアは大丈夫？ああ、思い出したのか。いいか、気にするなよ。お前が悪いわけじゃねえ。それにソニアの傷も大したことはねえんだ。大事を取って今は部屋で休んでるけどな。おいおい、そんな顔するな。気にするなって言ったろ。でも怪我させたのは僕だ。光竜の力をちゃんと使えもしないのに、無理に大きな力を引き出そうとして、僕はこうなるのをずっと恐れてた。そのはずなのに、もう大丈夫だなんて、きっとうまく使えるはずだなんて、僕は考えが足りなかったんだ。まあそう言われると、俺が止めてやるだなんて、でかい口を叩いときながら、結局大して役には立てなかったわけだしな。そのことはきっちり謝らせてもらおう。すまない、本当に悪かった。アグナム、そんなことは。ねえ、謝った上で俺の意見を言うとだな。よく考えてみろよ。光竜の力は確かに暴走しかけたが、お前が心配していたほどひどいことにはなってない。つまり修行の甲斐あって、お前がなんとか光竜の力を抑え込んだ、そういう解釈もできるだろう。でもあれはソニアが。確かにソニアの力を借りてるな。でもソニアは仲間なんだぞ。仲間の力を借りるのは悪いことでも何でもない。 Yep, you need to learn that your friends are your power. Direct quote from Sora, Kingdom Hearts 1. お前がまだ一人で光竜の力を制御できないなら、俺たちに力を借りればいいじゃないか。 But not you, because you didn't do anything, right? I'm just kidding. そうやって手を借りながら何度も光竜の力を使ってるうちに、お前だってどんどん力の使い方がうまく、一人できちんとやろうなんて考えるのはもう少し上手くなってからでもいい。今はもっとみんなを頼るんだ。だけどまだ心配か。 Seriously? じゃあこうしよう。もしお前が力の使い方をしくじって暴れ出したとしたらだ、今度は俺たちが全員で止めてやる。暴走してもどうにか止められるってことは今回のことで分かったわけだしな。次はソニアだけじゃなく、みんなで止めてやる。みんなで僕を。そう、みんなでだ。それならどんなにひどい暴走でもきっと止められる、そう思わないか。うん、でもそうしたら今度はみんなを。いや、そんなに心配するな。俺たちだってそうそう同じ失敗はしねえよ。まちっとばかりお前にかじられるかもしれねえが、みんなちゃんと鍛えてるんだし、丸ごと食われるようなドジは踏まねえだろう。なんとかするからさ。うん、みんなのこと信じてみるよ。なに、いいんだよ、俺にそんなに気を使うことはねえさ。ただまあ女の子には少しぐらい気を使っといた方がいいかもな。特に体を張ってお前を止めてくれた女の子にはな。お礼でも言っといたらどうだ。A fist bump, okay. あ、そうか、そうだね。
ソニア、もう起きてるかな。多分な。行ってみたらどうだ。うん、そうするよ。アグナム、いろいろありがとう。ソニア、いるかな。いた。え、たたたた。エマさん、もっと優しくお願い。あらあら、ダメですよ。騎士ならこれぐらい我慢できないと。うちのおじさんなんか。バローズ団長と一緒にしないでよ。あの人はどこか作りが違うのよ。たたたた。はあ、僕のせいで痛い思いをさせて。ソニアにちゃんと謝らなきゃ。あら、ユーマさん。ユーマ、よかった。思ったより元気そうね。あそこで倒れちゃったから少し心配してたのよ。うん。姫様にお話かしら。傷の手当ては今ちょうど終わったところだから、姫様さえよければ。もちろんいいわよ。それじゃあ私はこれで。エマさん、ありがとう。さあユーマ、遠慮しないで入って。で、どうしたのユーマ、何か相談？相談っていうわけじゃないんだ。ただ君に謝りたくて。ソニア、本当にごめん。僕のせいで怪我をさせてしまって。え、ちょっとユーマ、いいのよそんなこと。あなたが謝る必要なんか何もないじゃない。逆にあなたが交流の力で助けてくれなかったら、私たち本当に危なかったんだから。特に私なんか、あいつにいいようになぶられて。ああ、思い出しただけで頭にくるわ。だからあなたが気に病むことなんか何もないの。いい。もうユーマったら、あれぐらいの失敗でくよくよ悩んじゃダメよ。交流の力のことよ。一度や二度うまく使いこなせなかったからって、そんなことで悩まないで。最初からうまくいかないのは当たり前よ。だってあれだけの大きな力なんだから。それなのにあなたは周囲に大きな被害も出さず、最後にはきちんと力を抑え込んだじゃない。だからあなたならきっと交流の力をもっと上手に使えるようになるはず。私そう信じてるから。あ、それにねユーマ、もしあなたがまた失敗しても、私たちがみんなで必ず止めてあげる。約束するわ。だから心配しないで。どうしたの？あ、ごめん。なんだかおかしくなっちゃって。実はね、さっきアグナムにも同じようなことを言われたばかりなんだ。徐々に力の使い方が上手くなればいい。それまでにまた暴走したらみんなで止めてやる。約束だって。アグナムも？なんだ、考えてることはみんな同じね。そうだね。でも君とアグナムにそう言ってもらえてとっても嬉しかった。そして少し自信がついた。みんなが僕を見守ってくれてるって分かったから。ソニア、僕頑張るよ。絶対に交流の力を使いこなせるようになってみせる。そうね、ユーマ頑張って。
少しだけ分かった気がします。私の力ではなく、ソニアの言葉で光竜様が静まった理由。光竜様とユーマは同じと思っていましたが、もしかすると違っていたのでしょうか。あなたのこと、もう少し知る必要がありますね、ユーマ。Yes, he wants to know about us. どうやらここで間違いないらしい。いまだにこれほど強く光竜の力が感じられるということは、それなのにこの辺りには何の被害もないようだ。あの少年の身につけていた封印の呪具がどれほど強力だったとしても、暴走した光竜の力を抑えることは不可能だろう。そこから考えられる結論は一つしかない。あの少年自身が暴走寸前の光竜の力を鎮めたということだ。あの少年にそのようなことが、俺には理解のできない力をあの少年が持っているとでも言うのか。確かユーマと言ったな。もしかするとユーマこそが真理への鍵なのかもしれん。Alright, well, I'm gonna go ahead and end the video here. Don't forget to like, comment, and subscribe, and I will see you in the next one.